魔人こと鈴木まさみです。1年半応援してもらったテレビ番組赤ずきんちゃちゃは終わってしまったけど、今日はちゃちゃの全てをピックアップしてマル秘映像も含め一気に見せちゃいます。私たちって何かにつけて歌ってたみたい。出演者とスタッフが独断と偏見で決めた赤ずきんちゃちゃ歌って歌ってベスト10。音楽のですね、持つパワーっていうのはありますよね。セリフの持つパワーっていうのはあります。でこれで、SE とかのパワーもありますよね。これの、うまく混ざった時のアンサンブルの、持つそれこそなんか難情にもなるパワーっていうのを感じていただけたらと思います。悲しいのとか嬉しいのとか面白いのとか、それを感じていただけたらよかったなと思います。難しいことは抜きにして10位から4位まで一気に発表します。アロハオエだけどうまブルンタブルンタブンタッタ二人を引き裂くトップにトップにトップをトップにバンダとバンダとバンダバンダ僕の兄ちゃんサングラス僕の負けそうすぐに行く。ねえ、あの曲は入ってないの？もう言ってないで感動のベスト3一気に見てみましょう。第3位は私のボーカルが光るこの曲。にゃんこハウス私のもの、かわいいにゃんこハウス私のもの。第2位はみんなで歌ったこの曲でした。丸いお月様、キラキラ揺れてる、キラキラ揺れてる、波のブランコに、波のブランコ。そして感動の1位はこの曲でした。猫の猫なのパパとママにはぐれたの。チャチャさんどうしたんだろう。お父さん文句を言わないように、みんなが勝手に決めたんだから。とにかく赤ずきんチャチャ歌って歌ってベスト10でした。父ちゃんや母ちゃんのことを考えてるんだだろうな。素直じゃないんだって。今日は なんと感動のアフレコ現場に潜入だ。最終回のアフレコということもあって音響監督の田中さんも切ってもらってればね、なんとか合わせられると思いますから。はい、よろしい。はい、そのスイッチ触らなければいいじゃないですか。いつもより厳しいし、声優のみんなも思っていたら大間違いだ。そうね、お腹すいた。今赤ずきんちゃちゃの最終回のアフレコ現場に来ています。レポーターはちゃちゃこと鈴木まさみです。しーねちゃんの日高のりこさんがすやすやと寝ておりますね。さすが大御所、最終回でも堂々としています。今日はなんだか靴ひもを踏んで転んでしまったそうで、ちょっと痛々しいです。あ、おはようございます。モーニー。爽やかですね。やっこちゃんの声が何やらなんか聞こえるんですが、やっこちゃんは痛い、あそこに、あそこに、あそこにやっこちゃんがいますね。じゃあちょっと行ってみましょうか。おーっと、どうもね、ちゅうことやっこちゃん、どうも。そこに、やばい、逃げろキャラクターと全く変わりのないやっこちゃんでございます。あんなところにマリンちゃんが。さあもう私お腹空いちゃってダメなの。いつもアフレコ現場で一番にお腹が鳴っちゃってみんなに笑われるの。でもこれは本当の話。なんかすんごい顔からは想像できないぐらいすごい音がするんです。本当なんですよ。今日のおむすびコーナー。あ、おむすびトリオのリーダーだ。うわー、リーダーです。すいません、びっくりさせちゃって。富永ミーナです。おむすびトリオというのはマリンちゃんとやっこちゃんとまさみちゃちゃのことを言います。なぜおむすびトリオっていうのかっていうと、おりん役の並木がおむすびを作ってきたんですね。その時に居残りをさせられた3人がそのおむすびを食べながら頑張った。そこからおむすびトリオってなったわけです。そうよね。その通りです。お、あそこにいるのは並木さんじゃないですか。このメンバーの中では唯一まともな。なんじゃありゃ、セラビー先生なんとかしろだす。マーリン、マーリリン、マーリマーリリン、こんなんばっか。はい、でもラストシーンの本番になるとみんなの表情も変わってきて。お願いします。お願いします。お願いします。一休みね。はい、待ってました。
ここからは実際の放送されたラストシーンと合わせて見てみましょう。そうそう、ネバーエンディングストーリーってやつですね。ネバネバ。はいはい、まあいっか。はい、オッケー、お疲れ様でした。この後ずっと握手握手の嵐、最後の OK をもらって嬉しいんだけど、ちょっと物悲しいような、私にとっては長くて短い出来事でした。チャチャには個性の強いキャラクターがいつも登場してました。私たちで決めたゲストキャラベスト3。あなたたち、第3位は16話に登場したこの女。え、この子がマリン。あら、あなた、ん、海坊主って人の知り合いじゃない？まあ、海坊主は私の兄よ。よくわかったわね。誰だってわかるわよ。そして私の名は海坊子。海坊子。第2位はちっちゃいおりんちゃんのちっちゃいおじいちゃん翔之助。どこ投げてんだ。おきゅう投げ。こんなのありかよ。ありかよ。じゃん、これで最後でござるな。いや、なんとかしろよ。泣くこと言ったって。諦めろ。覚悟。こちが、こちが、大丈夫おじいちゃん。ねえ、1位は病気がとっても怖い火山弾。怒ってるみたい。なんでしょう、これなんでしょう。私すっごく怖い。火山だ。燃えろ、潰すな。起こされるの嫌いだぞ。だってよ。以上、ゲストキャラベスト3でした。無事に終え、打ち上げパーティーがその日開催されました。遊びとなると生き生きしてくるスタッフと出演者たち。みんな組みました。三ツ矢さん、そんなこと言うとみんなが信じるでしょ。そしてひたすら食べるツーショット。これはおりんちゃん、行儀よく食べましょうね。あ、違う、あ、垂れる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 。鈴木まさみ、カニ座の大型。アフレコ現場で華麗に踊る姿を見た日高のり子さん、なんと踊る声優と名付けられちゃいました。そんな姿をお見せできないのは誠に申し訳ない。私は初めてのアニメで、しかも初めて主役ということで、本当にすごく緊張してどうなるんだろうと思ってたんですけど、楽しいキャラクターや楽しい方たちに囲まれて本当に幸せにやってこれました。思い出に残っている場面はやっぱりみんなで力を合わせて大魔王を倒した場面です。なんかすごくあの台本はいただいて読んだ時にもちょっと泣いてしまったぐらい感動的で、すごく印象に残ってます。なんでこんなに盛り上がってるかって言いますと、温泉旅行がかかっているから。30秒以内にチャチャを飛ばせなきゃ失格。一番早い人が優勝というこのゲームこそ。早く逃げなきゃ。中継ぎ出ちゃう。敵一発撃。記憶を出してしまった。おりんちゃんは自分まで飛ばされそうなリアクション。ラスカル先生、失格スレスレのこのタイム。勝ちたいでも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 勝
さんは結局このタイム口ほどにもないハッ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 。私はこのタイム、やった温泉旅行は私のもの。いつもお世話になったのりこさん、どうぞ。チャチャの中での名場面っていうのは本当に数多くあるんですけれども、まあ、今回私はリーア君とのコンビということで、注目して、まあ、声優初挑戦の香取君と初めて気持ちが通じたなと思ったのが、チャチャが死んでしまったのではないかって思ったシーンだったんですね。でその時にシーネちゃんとリーアが涙を目に溜めながらチャチャと叫んだシーン、あれが特に私は印象に残っています。でも東大で見ると、まあ、私なんかだと本当に何でも OK の思いっきり遊ばせていただけた番組だったので自分の中に今あるものは全部出し切ったなというような感じです。のりこお姉さん、ありがとうございました。愛と勇気と希望で本ゲーム、イエーイ。このゲームはさらに商品も良くなって、なんとグアム3泊4日の旅。みんな仕事より真剣な顔。ルーレットの数字を掛け算するんだけど、意外と難しいんだこれが。今見てもらっているのはまともな例、変数の出る人が少ないので優勝候補が絞られてきました。でも中には商品に目がくらんで、蹴り入れてくるからね。3発入ったことある。私もまさみちゃんの場合さ、あれだよね、寝起きがちょっと悪い時ってすぐ顔に出てるよね、うん、今日なんかさ、松野さんにさ、柿の種とか柿の種みたいな目してるよって台本に絵描かれてたよね。そうそうそう、松野さんの台本に、ね、でもなんか似てた。そうだよね。でみんなが言うんだけど、チャチャの雰囲気は違うっていう、うん、どんな、どんな、なんか家族的だって言うんだよ。ああ。でも自慢できるのが、うん、なんて言ったってバースデーかな。そうだよね。あれはいいよね。あたいとのりちゃんと日高のり子さんの時一等最初だった。そうなのね。それでさ、うん、私たちだけなんだよね。ケーキに名前を書いちゃったよ。知ってる、知ってる。あれ、ね、そう、名前と役名を。シーナのり子。シーネ。日高のり子。あげちゃう。シーネのり子。で、おりんのり子。まゆみやっこ。嬉しい。写真撮っちゃったもんね。でも私たちも食べたもん。あのケーキでしょ。そう、うん、そう、私写真ちゃんと残ってるもん。いつも楽しい現場でした。みんなありがとう。録音を終わってこの会場に来たわけなんですけどもね、1年半チャチャというキャラクターとお付き合いして、本当にまあチャチャ漬けというか、をつけるとお茶茶漬けになっちゃいますけどもね、茶茶漬けというか茶茶三昧と言いますか、おじちゃん難しい言葉知ってるでしょ。三に味に似た言葉書いて三昧というものよ。はい、茶茶三昧というか、そういった生活をまあ1年半送って、まあ、たく三谷さんのくだらないギャグで感動の涙を流す暇がなかったわ。でも茶茶のラストシーンも笑って終わってたから、私たちもこんなラストでいいのかもしれませんね。作品を見て、まあ、気持ちよくなれれば、明るい気持ちになれればということで、そういう方向になんとか持っていくようにしました。まあ、とにかく作品に恵まれたってことと、もうひたすら楽しくできたっていうことで、もう1年半最高に良かったです。
私たちを支えてくれたスタッフの皆様、どうもありがとうございました。と言いながらも、実は今チャチャのオリジナルビデオをスタッフキャスト一同大騒ぎで制作中です。あのチャチャのメンバーが大暴れするよ。これを見逃すとチャチャフリークとは言えないぞ。さらに11月には LD ボックス第3弾も出るので合わせて買ってね。絶対だよ。テレビの前で1年半の間チャチャを応援してくれた皆さん、本当にどうもありがとう。これからもチャチャがみんなの心の中で愛と勇気と希望の旅を続けてくれれば、きっと明るい明日が見えてくるはず。だから元気にさよならだね。今度はオリジナルビデオで会いましょう。インターフェースオルカのナビ。メイ、これとは何ですか？これとはもっと他に言い方ありません？ああ、もういいじゃない、そんなこと。うるさいんだから。今度は歌にも挑戦ってわけでレッスン頑張ってるんだよ。ちょっとドキドキだけど、ファーストコンサートノリノリの楽しいステージにするから、みんな絶対見に来てよね。来てよね。今日も宇宙の平和は守られた。だがこれは大宇宙の神秘のほんの一端に過ぎない。行け、戦え、宇宙探偵ハイパーメイ。メイちゃんお疲れ。よかったよ。よかった。もう一回なんて言われたら僕死んじゃうよ。いやー、グッドグッド。今回も最高だよ、メイちゃん。ナビもですよね。おお、もちろんだよ、ナビ。君は最高のオルカさ。と、いつも言っていただいてる割には、ご褒美がないんですよね。おっと、これはしまったな。じゃあ、これから食事でもどうかな。代官山に面白い店を見つけたんだ。ラッキー。ダメですよ、メイ。私たちはすぐにコンサートのリハーサルに行かなくちゃ。だってこのあと2時間くらいはオフのはずだよ。メイ、今日何回 NG 出したか知ってます？14回ですよ。そんな時間とっくに潰れて、すでに7分と23秒押してます。何よ、そのうちの3回はナビの NG じゃない。
ほらさっさと着替えて、食事は移動しながらおにぎりでもどうぞ。ふっ、ではそういうわけですので。さ、メイ。はいはい、わかりました。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様。お食事は次の鳥の時に連れてってくださいね。夜が更けて傘を差す高層ビルの街、夢の雫と伴奏くるくる回して、街の日に考えていた。私はナビ、あなたの小さな友達です。マルチメディアインターフェイスの新時代到来。驚異の人工知性化イゴルカは一体映像であなたとコミュニケートし、あらゆる局面であなたをサポートします。体質だって知ってるくせに、そんな脅しは聞きませんよーだ。じゃあさ、終わったら行ってみない？賛成、行こう行こう。相変わらず今日は食い込んで。はるかさん。誰だよ。あら、めいちゃん。コンサートのリハーサル？大変ね。頑張ってる？はーい、そりゃもう。ナビちゃんも、今度は歌と踊りで大変ね。ナビは別にね、コンピューターですから大変ってことは。私は独立学習型コンピューターです。歌だって踊りだって覚えるのはそれなりに大変なんですから。何よ、いつもはプロトタイプの最高性能だって自慢してるくせに。ちょうどいいわ、紹介しましょう。今日のライブオンステージでデビューするの、ライスボールよ。ライスボール？でもライブオンでデビューなんて。この間社長が言ってましたね。かなり力を入れてる新人さんだとか。メイ覚えてませんか？もとこさんなんかかなりむくれてましたけど。まさみでーす。たまでーす。まゆみでーす。ライスボールよろしくお願いします。は、はい。さ、あなたたちのパートナーも紹介してあげなくっちゃ。はい。この3人はあなたに続く愚かを持ったアイドルとして売り出すの。先輩としてよろしくね。梅です。シャケです。おかかです。よろしくお願いします。ライスボール、おにぎりね。この子たちの愚かはいわば市販品の第1号ってところね。プロトタイプのナビちゃんほどじゃないけど、なかなかの性能よ。妖精ですね、まるで。今に町のあちこちでこんな光景が見られるようになるね。こりゃ負けてらんないわよ、ナビ。僕たちも頑張らなくちゃ。はい。終わった終わった。ラン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 
くあいつが逃げちゃう。あのパンティー僕のお気に入りなんだから。痴漢ね。スタジオに忍び込んで電子ロックまで外すなんて。そうまでしてメイの裸が見たかったわけ？ともかくこのままってわけにはいかないわ。警察に突き出してやる。いや、その僕、メイさんのシャワーを覗くつもりなんかは。でも、見たんでしょ？僕の。いや、一応。それとも、こっちが目的だったってわけ？どっちにしろ警察行きよ。ああ、違います。これは何かの間違いで。しっかり握っていながら往生際が悪いわよ。ナビ、警察に連絡しなさい。いえ、本当に間違えたんです。僕の本当の目的はナビさんの方で。ナビ？私？ナビをどうするつもりだったの？あの、コンピューターのプログラムの勉強をしてて、オルカにすごく興味があって、特に試作品のナビさんに。あっちゃー、こいつあれよきっと。ほら、コンピューターとか美少女とか好きなやつ。なんて言ったっけ、メカオタクですか？そう、それそれ。やった、僕そんなやつに見られちゃったわけ。違いますってば。本当にすいません、ごめんなさい。許してください。どうするね、言ってることが本当でも窃盗未遂だよ。でも警察っていうのはちょっとかわいそうかな。だってさ、まあ今回は名前と住所を記録しておくにとどめておきますか。ナビ。はい、元くん。横浜港北区のタミヤ真嗣、18歳、カニ座の大型ですね。今度やったらどうなるか分かってるでしょうね。はい、本当にごめんなさい。拍手。そんな格好でいたら風邪ひくよ。ところで元子はどうしたの、こんな時間に。カンナと一緒に陣中見舞いに来たのよ。そうそう、ほら、メイの好きなナポレオンパイ。サンキュー。で、今度はメイ、マトコ。大変、大変よ。一体何なの。やだ、ちょっと何よ。やめて、やめて、やめて、やめて。カメラ切り替えろ、早く。ダメです、カメラ動きません。 CM！ じゃあ CM に行け。 はい。いや、やめて。待って、ダメ。いや、こんな、すいません。なんとかならんのか。なんだ、どうした。わかりません、すべての機械が操作不能です。ライブ音は視聴率30近くいくのよ。なんとかなんないのこれ。あの子たち、かわいそう。何？テレビ？ワイドショーよ。
紹介いたしましたが、あの神秘のベールに包まれた知性派タレント純田はるかさんの熱愛写真は、昨夜私どもの番組宛に突然何者かによって送られてまいりました。送り主は今のところ全く不明ではありますが、私どもではこの写真の真のはるかさん、見た、どうしようったって、昨日といい今日といい何が起こってるの。ごめんなさい、いつの間にか寝ちゃったんです。探しちゃったんですか。あんまり怒っちゃ嫌です。さあ行きましょう。リリス、お日様大好き、晴れてよかった。ソフトクリーム屋さんだ。誘ってくれたお礼にごちそうするです。食べよ食べよ、とっても美味しいです。次はプールに行くです。今日のために水着買っちゃったです。
リス、とっても怖い。手を離しちゃ嫌ですよ。ありがとうございます。ピコリ。今日はリリスと遊んでくれてありがとうです。とっても楽しくって、あっという間に一日が終わっちゃいました。また遊ぼうね、リリス。声を発するだけで人々を感動させることができる人、私たちは彼女たちを声優と呼ぶ。氷上京子、ヤギ座、1月11日生まれ。彼女の声はキャラクターに命を吹き込み、そしてそんなキャラクターたちは僕たちに元気を与えてくれる。彼女は一体どんな女性なのだろうか。氷上京子ちゃんといえば大ヒットアニメウェディングピーチの主役、花咲桃子。早速そのアフレコ現場を覗いてみよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。京子はいつも笑顔で現場にやってくる。ごめん、大丈夫かい？柳葉先輩、ラッキー。あんたみたいなデリカシーのない人には100年経ったって乙女心は分かんないわ。なんか変ですね。次の人どうぞ。私の番だわ。待っててね、桃子ちゃん。はい。本番が終わり、自分のセリフをチェックするときは真剣な表情。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これから彼女の秘密すべて暴きます。花咲桃子喜ぶ。そして京子ちゃんの喜びとは。食べ物が並んでたらもうそれだけで大喜びです。ラーメンでしょ、回転寿司でしょ、それからそれからね、スパゲッティでしょ、じゃがいもの煮っころがしとか、それからケーキも好きだし、チョコレートパフェも好きだし、それからハンバーグも好きだし、何でもありきたりですけど、卵焼きとか、それからどういうものかな、そういう普段の本当に朝ごはんとか晩ごはんで家で食べるようなもの、かしこまってた料理じゃなくて、美味しいものといえばやっぱり港町でしょう。私も神戸出身なので、今日は横浜の中華街の食べ歩きツアーに行ってみたいと思います。行ってきます。今日はどんだけ食べちゃうの。大食い京子の大冒険。やった、やっぱり肉まんだ。すいません、肉まんを一つください。
300円あります。大きい方。はい。はい。300円あります。はい。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。猫舌なの忘れてた。暑い。でも食べる。おいしい。皮だけだけど。暑い。おいしいの。買ってきました。牛牛です。食べちゃおう。うん、おいしい。牛肉が入ってます。やっぱり私は食べ物があると幸せです。横浜の食べ物が今日この胃袋に消えた。今日の食べた量ざっとこんなもの。あの体のどこに入っていくのやら。花咲桃子怒る。そして氷上京子も怒る。あるよ。銀座でね、スパゲッティ屋さんに入ってね、スパゲッティと一緒に今日のサラダっていうのがあったんで、サラダを頼んだんですよ。そしたら、あんた600円また食べ物のことか。こんななんですよ。こんなの、大根の切ったのがこんだけ。ムカつくって思ったから食べましたけど。数々のヒット曲を生み出した一口坂スタジオ。何やら真剣な表情の京子ちゃん。アルバムウェディングピーチのレコーディング風景。京子ちゃんの曲ちょっと聞いてみよう。花咲桃子悲しむ。そして京子も悲しむ。ごめんね、これだけは教えられないな。僕たちも悲しい。花咲桃子笑う。そして氷上京子も笑っている。最近三種の神器を買いました。まず洗濯機買って、前のところは洗濯機置く場所がなかったんで使ってなかったんですけど、引っ越してよし買おうと思って、この間二層式の洗濯機を買いました。アースノーマットこれを買いました。今まで蚊取り線香を使ってたんですけど、蚊取り線香ってすごい効くんですけど、朝起きると線香臭いんですよ。体からこう線香の香りが匂い立ってたんですけど、ちょっとこれはと思って、そっちはすごいよく効くんですよね。もうこれは手放せないぞと。カーペットのホコリ取り、ローラーでこうテープで取っていくやつ、掃除機かけた後にローラー転がすのも、まあ、取れなかった今までのゴミが、綺麗な生活をしようと思って。最近引っ越しして、さらにショッピングが楽しくなった京子ちゃんのお気に入りグッズベスト3。第3位、室内芳香スプレー。最近は天然の花の香りに凝ってるみたい。第2位、バージニアアストレイの CD。 部屋の BGM はいつもこれ。寝る前にも聴いてるんだってさ。そして第1位、二層式洗濯機。綺麗好きの京子ちゃんらしいよね。京子ちゃんのお気に入りベスト3でした。そんな京子ちゃん大好きな横浜元町でのショッピング、新しいお気に入りグッズ見つかるかな。これ寝巻きかな。なんかこういう楽な服が好きなんです。時計がいいな。買い物というよりただ遊んでるだけ。おいくらですか。これ300円。はい、はい、あ、本当、あ
ありがとうございます。負けてもらっちゃった。ニーハオ、本当に楽しい一日でした。こうやって芝居してるの好きだし、今この現場に行けるのが楽しいしって思ったら、いろんななんかこう仕事、いろんな仕事させていただけるようになって、いろんな人と出会えるようになったんで、人によってはすごくこう気持ち入れて思うこと大切かもしれないけど、私はあんまり自分でいろんなことを決めてしまわずに、その時何かこう初めて見たもの、初めて触れるものであった時に、またそこに近づこうかどうしようかっていうこともその時のインスピレーションで決めてやっていこうって思ってるので。スタッフの皆さん、ファンの皆さん、いつも応援してくれてありがとう。毎日いろいろな役になってみんなの前に出られることが今一番楽しくて、でもちょっぴり怖い時もあって、これからもっともっと頑張っていろんな役に挑戦したいし、もっともっと夢や希望を伝えたい。秋にはソロでミニアルバムをリリースする予定です。これからも応援よろしくね。氷上京子、ますます元気に頑張ります。
私に10回連続で勝ったら超豪華賞品がもらえちゃいます。頑張ってね。ズルはダメだからね。じゃあ行くよ。じゃんけんポン。あ、あなたの勝ち。おめでとう。じゃんけんポン。勝った。悪いね。ズルはダメだからね。じゃあ行くよ。じゃんけんぽん。あ、あなたの勝ち。おめでとう。じゃんけんぽん。勝った。悪いね。ズルはダメだからね。じゃあ行くよ。じゃんけんぽん。あいこでしょ。あたしってちょっとご機嫌斜めだわ。